今日何？今日何？あれ何も伝わってないの。今日何？オープニング投げぞ。オープニング投げぞ。え、今日何すか？今日はなんか開かずの扉があるらしくて。この比較的新しい家で？この比較的新しい家で。古い家やったらわかるけどさ。なんか企画投げてた人らももう完全フルムシアでね、うん、動画撮りに行きましょう。今日は何？はいはい、まあ、ということでちょっと紹介してくださいよ。はい、じゃあちょっとついてきていただいてやりましょうか。はい、怖い。上上がればいいの？階段上がってください。やばい、また。あら、カメスキック、やめなさい。僕よし、はい、じゃあ行きましょう。ここはね、ロボットさんがね、結構まめにね、そう、あ、あ、カズさん、カズさん、え、実はもう通り越しました。え、せやろ。そう、怖い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 。待って、え、ただのこれ？そう、これらしいんやって。わ、外切ったな。これ掃除するのにも最高やな。まあ、開けてください。開かないでしょ。タッチワーク、そこが開かずの扉らしい。開かないね、本当に開かないんや。あー、なんか、いや、開ける扉や、これは。未来への扉、うん、なんか、あっこはね、頑張ってる。開くか壊れるか。カズさん、これはあれですよ。え？結婚10年目の夫婦に与えられた試練です。夫婦共同作業で開けてみせましょう。噛みました。開けてみせましょう。いや、これね、ちょっとわかったわ、これ。では今から、今まで黙ってたんだけど。黙ってたの？魔法使えるんだわ、これ。魔法、魔法使うよ、うん、くん。どうぞ、お願いします。うん、いくよ。せーの。おお、すごい、カズさん。すごい。魔法が使えるんだね。耳錆びてんだけど。あ、あそこか、錆びてんの。ちょっとね、スパナ系とか持ってきてくれる？あ、スパ？スパナ系。さっきのスパナ分かる、エリちゃん。スパナね、スパナね。いや、こんなキラーパスもらったからさ、頑張ったよ。開けたら終わり方、終わり方。いや、これ開けれんし、終わり方がないやつ紹介されてさ、冷めてるよね。やばいことになってるわ、うん、ちょっとね、今なんとか出れるようにするから。はいはい、はい、行くよ。イエス、行くよ。わかった？わかんない。じゃあ、回転がなんか悪いんやろなと思うんやけど。な、力ずくでやってみたい。え、ちょっと待って、これはこうやで、本当に、ただ壊れるだけやで、ラチェット欲しいな、ラチェットセット。ラチェット。六角の箱元ちょうだい。箱元ちょうだい。下の、そっから。行ってくるじゃん、OK。のぶくんもそっち行った方がいいんじゃないか説なんやけど。え？カメラマークがやっぱ汚いわ。やめた方がいい。いやー、カメラもこっち来たよ。エリちゃんの声がね、残念ながら通らないかも。私は魔法を使えないからそっちに行けません。任せろ、魔法使いに任せな。はい、私はここでガヤしてるのよ。うん、感動の瞬間を。
しゃあ。やべ、これね、これ錆びついててもこれ取れねえんだけど、え、なんだってんだい吸いついちゃってる、なんなんだろうな、これ参ったな。え、ちょっと待ってね、外れないんだ俺。じゃあ、これパカッて外れるかと思ったら、ネジ外したらそうでもなかった。まあぶっちゃけこんな感じで、今こんな風になってて、上がちょっと見えてなかったんだけど、ね、上はね、全然こんな感じになってる。もう錆びて錆びてね、やっぱ塩害の影響がね、しっかりと出てる。そう、錆を落としつつね、もう一箇所外す場所がある。電ドラわかる？電動ドライバー、ちょっとドーム触らせてください。 2S すごい、ロミオットエリオット感が強い。エリオット、タイタニックにもこんなん、何あったっけ、こんなし鍵を渡そう。はい、ジャック、ジャック、なんとかありがとう、ジャック、なんとか、ちょ、もっともっと下からお願い、ジャック、頭が、ジャック、ないないない気がする、覚えてないわくそ、ネジ穴が弱っててあかんかもしれん。あかんわ、ネジ穴が錆びちゃってやっ、ああ諦めたくねえっす。いや、これどういう気持ちでみんなパスしたと、ね、開けろと、こうだよね、絶対。なんかちょっと曲がったくない？気のせいか、さっきよりあかんくなったよね。え？ほら、ほら、ほら、あ、開いた開いた開いた、ちょっと待って開いたよ、ちょっと待って、556スプレーみたいなやってやっとこうか、こう油だけ、これ交換せなあかんねえと思うけど、あ、開いた開いたね、疲れたよ、あ、開いたわ、ちょ、スプレーちょっと取ってこいよ、これよかったね、マジよかった、動画待ってる待ってる待ってるね、いや、無事開いたわけだけど、油なかったね。ほんとだね、こんな硬いのはあるかってぐらい。いや、これ直そうよ、これ外して、これ変えないといけないんだね。あー、危ないわ、これ。あかんねえ、油さしてどうこうじゃないかもしれんわ。うん、だってきっとさ、これ防火用でもあるでしょ。え、防火用の扉って、防火、普通の扉、逃げる時用とかじゃなくて、あ、これ、うん、逃げる時のじゃない、これは。ここから下への連絡通路がないで、それはここは違うはずよ、なくせばいいんじゃない、え、扉どう、いや、ここにいろいろエアコンとかって管理せなあかんやつがあるから、あ、なるほど、ここは通れないといけないんだ。なくてもよかったんやけどね、下の方にエアコンのやつ持ってってくれればよかったんやけど、はははもうそうはいかないからさ、ここにやるから直そうや、え、ね、ね、ここだけちょっと直す必要がありそうですね。毎回カンカンするわけにはいかんもんね。うん、これやばいわ、
一工夫必要だよね。やっぱそういう、うん、あ、びっくりした。ちょっと心臓、まあね、ちょっと心臓止まったやんけ今。約束してます。さっきよりマシになった気がする。本当にサラダ油でも垂らした方がいいのかな。怖いよね、ま、556忘れちゃってね。まあ、今度やろうか。今日はとりあえずこれやわりにして、はい、すぐに塗りましょう。はい、お疲れ様。よかった、とりあえず動くようになってね。いや、よかったっすわ。はい、はい、ということで終わりますかね。わかりました。はい、お疲れ様でした。はい、ということで鬼逆光やろ。鬼逆光です。まあ開かずの扉は開いたということで、はい、開いたということで、こんな怖い話なんかないです。はい、未来は自分の手で開くもの。ありがとうございました。開かない扉はありません。いいじゃん、なんかいい感じの、そういうなんか、はい、自己啓発系のいっぱい言ってくださいよ。はい、はいはい、開かない扉はないんです、この宗教に入れば。いや、なんカズ教です。なんでそっち行くんですか。はい、もっとなんか語ってくださいよ。はい、いや、もうないよ。もうないです。そんなボキャブラリーないからね。はい、はい、なんかこう明かりもね、つくみたいでね。へ、はい、何なんだろうね、ここは。エアコンも置きます。見てみね、えーちゃんあんま見てないけど、無限にエアコンの少ない教みたいだから、こういう本当だ、無限ではないです。あ、でも本当だ、いっぱいある。10台近く置いてあるよね。大事な場所なんだね。そう、本当10台近く置いてあるよね。あかなあかんじゃん。そう、あ、本当あかんとあかん場所だね。はいはい、これでメンテができるようになりました。そうですね。さあ、それと同時にね、下が汚ね汚ねっていうのが今日よく分かったので、はい、掃除ですね。お掃除していきましょう。はい、まあ何が言いたかったかというと、はい、未来は自分の手でこじ開けられる。そう、開かない扉はないということで、はい、これからも頑張っていきましょうか。はい、はい、本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。